僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、沖縄残波岬ロイヤルホテル他各社の提供でお送りします。2017年5月10日水曜日、観光情報番組読谷ラジオ、本日ナビゲーターを務めさせていただきます、はじめちゃんこと山内はじめです。よろしくお願いします。さて、5月10日ということでですね、ゴールデンウィークも明けて3日目ということで、なかなかね疲れが抜けないという方もいらっしゃると思いますが、週の真ん中水曜日ということでね、少し落ち着いてきたんじゃないかなと思いますね。私、一応ゴールデンウィークの方はこちら、体験王国紫村で体験の方をしております。どういった体験をしたかというとですね、黒糖体験、黒糖の、を、作るという 体験なんですけど、僕のね、子供たちと一緒にやったんですけど、なかなか、普段できない体験だったので、とても、新鮮な、ものでした。でね、私知らなかったんですけど、この、黒糖、そのままだと黒糖じゃないみたいで、サンゴの、粉ですかねを混ぜて、こちら、紫村の黒糖体験はやって いるということで、でこのサンゴを混ぜないと黒糖じゃないよというふうにちょっと教えていただいたんですよ。これ僕知らなくてですね、ってもう感心しました。で、子供たちももちろんそういうことも知らなかったのですね、新たな発見ができてよかったと思います。その他にもですね、星砂とかいう体験 もしました。でね、また今日は5月10日ということですね、黒糖の日というふうに、なってるみたいなので、ね、ちょっとねこういう、偶然ですけど、黒糖の体験をしていてよかったなと思う、今日のオープニングでございます。では本日も、観光情報番組読谷ラジオ1時間よろしくお願いします。生きてる誰かがここにある、僕の声世界に届けよう、ララララさあ歌うんだ。いやささあいやなびちあいやいやささあいやあいやいやさあ、言葉遊びは進行形、そしていつかの泣いた君に届け、ゆっくり進むつなぐデートで、俺は勝負や泣いたら負けない、明日は来るしそれは素晴らしい、日々をやり遂げそれじゃ早速話すとか後悔すとか、地球の色で僕らは
さあ、それでは本日のドライビングナンバーをお届けしたいと思います。シュー&ブンで Never Give Up。はい、お届けいたしました本日のドライビングナンバーシュー&ブンで Never Give Up でございました。音楽の冒頭ですね、ちょっと、別の音声が入ったみたいですが、申し訳ございませんでした。続いてはこのコーナーです。では、本日の天気概況予報をお伝えしたいと思います。
本日沖縄本島地方ですね、10日昼前にかけて発達した積乱雲の下での、落雷や突風、急な強い雨にご注意してください。沖縄地方は前線や湿った空気の影響で曇っており、ところどころで雨が降っています。大東島地方では霧を伴っているところがありますということですが、本日ね、読谷村のこの本日サテライトスタジオ、紫村にあるサテライトスタジオもですね、やはり曇っております。この曇りを見ているとですね、ちょっとまた一雨来るのかなっていうふうに、ちょっと思えるのですが、ちょっと予報もお伝えしましょうね。本日の、本島中南部の予報ですが、北の風のち東の風曇り、のち晴れ、ちょっと晴れはしそうですね。でも朝まだだけみたいですね。一時雨、ところにより、昼前まで雷を伴うということ で、午後からですね、まあ、日中もそうですね、60% から 20%、ちょっと降水確率が出てますので、午前中あるいはまあ午後にかけて少し雨が降りそうかなということですね。日中の最高気温は28度まで上がるということですので、まあ、ちょっと過ごしづらい、ところが出てくるかもしれませんね。さて、それでは本日の沖縄しっとこクイズをそのまま、いきたいと思います、ね、私ゴールデンウィークもね、紫村以外にもちょっと回らせていただいたんですが、やはりゴールデン期間中という方こともあってですね、観光客の方が多く見られました。でまたね、その中でもですね、外国人観光客の方の姿が多く、見受けられたので、ちょっと、こういう問題をご用意しました。平成29年3月31日時点ですの読谷村内の外国人世帯数は、ね、日本一人口の多い村読谷村、はて外国人の方の世帯数って一体どれぐらいなのかってちょっとね、私疑問に思いますので、こういう問題ご用意しました。ではね、まあ選択問題にしておりあります。これは、1番、207世帯、2番352世帯、3番413世帯。なかなかね、これ読谷村人口4万人を超える、読谷村の人口の中で、さて外国人の世帯数って言ったら一体どれぐらいなんだろうということで、ね、ちょっと気になった問題ですが、1番207世帯、2番352世帯、3番413世帯、この中に正解ありますので、ぜひ、分かった方メッセージいただきたいと思います。メッセージは FM786 @ FM 読みたん .co.jp でございます、ね。どういったものになるんでしょうか。では一旦コマーシャルでございます。
読みたん、なんでも調査団。読みたん、なんでも調査団。どこにでもある、でもそこにしかない、読みたんラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読みたん、なんでも調査団のコーナーです。さて本日はなかなかね、取材に応じてくれないと言ったらあれですけど、あのね、なかなか取材を、させていただけない店舗さんをうまく取材できましたので、今回皆様にお届けしたいと思います。そこはどこかというとですね、高潮にございます焼き鳥島作さんでございます。なかなかね、ガイドブックとかいうのにもちょっと、まあ、乗らないというかですね、ところですけど、結構ねでもお店はあの分かりやすいところにあるので、皆さんご存知の方も多いと思うんですが、まあ、この焼き鳥島作さん、ね、いろいろちょっと情報ありますので、お届けしたいと思います。ではどうぞ。本日は高潮にございます焼き鳥島作さん、お邪魔しております。本日目の前にいるんですが、お名前の方お願いします。はい、こんにちは、焼き鳥島作のメカル修也と申します。よろしくお願いします。メカルさん、よろしくお願いします。さてメカルさん、まあ、焼き鳥島作さんということなんですが、はい、こちら、まあ、想像はつくんですが、どういったお店になっているんでしょうか。そうですね、この県産の鶏をメインとした焼き鳥をと、あとは他にサイドメニューやら、この地元のお酒を提供しております。地元のお酒、どういったものがあるんでしょうか。は、東蔵さんが作られているザンパと、今最近またおすすめで東蔵さんが出したシークワーサーと梅酒も出しております。はい、まあ、シークワーサー最近人気が上がってるということなのでね、はい、女性の方にとても人気ですね。ああそうですか、はい、あと、まあ、メインの焼き鳥関係はどういった種類があるんでしょうか。そうですね、この焼き鳥ももから内臓系、レバー、ハツ、つなぎなど希少部位も用意しております。はい、では、まあ、その中でのおすすめっていうのはどういったおすすめは、自分の中の一番おすすめはつなぎというので、もう数量がちょっと限定なんで、この心臓と肝臓がハツとレバーの間から取れる部位で、本当に1日本当に5本とか限定なので、これはぜひ食べてほしいと思います。なるほど、はい、であと、あの島作さん、まあ、焼き鳥を掲げてるんですが、おでんがあるということですか。はい、そうです。この今年からおでんも始めまして、これもまたとっても人気で、この最初に食べるもよし、締めで食べるもよし、結構お客様から人気になってます。どれぐらいの種類はおでんは。種類は今のところ9種類。9種類、はい、一番人気はどれになりますでしょうか。やっぱり大根ですね。大根、はい、大根がよく出ます。これはやっぱり沖縄風のあれ。そうですね、味付けはもうちょっとあっさりとした薄味ベースなんですけど、はい、やっぱり締めでこのおでんだけ最後に飲みたいって食べに来る人もいますよ。おでんを飲みたいとか、はい、おでんの汁を飲みたいしていう、おでんの汁を飲みたいという方が多数いらっしゃるということで、わかりました。あとお店のこだわりっていうのはどういったところでしょうか。そうですね、このお店のこだわりは今自分がこっちに立っているカウンターなんですが、はい、この U の字カウンターで、ここではやっぱりお客さんが一人で来ても二人で来ても対面同士で喋れるっていう、はい、カウンターになってて、この地元のお客さんからこの観光客までみんなでこのワイワイ盛り上がれるカウンターをがになってます。なるほど、はい、なんか聞いた話によるとカップルも誕生したということ。そうですね、このカウンターで結婚したのが 2組か3組います、はい、もうその方たちは沖縄に住んで今とっても幸せな生活を送ってます。なるほど、はい、ね、まあ、観光客の方がね、女性の方で来られてもね、もうそうですね、一回女性の方が2人で来店した時に、はい、もうこのカウンターに常連さんがたまたま揃っていて、はい、みんなでじゃあ
この島作のいいところを出そうって言って、このお客さんたちは代行代までもらって帰りました。すごいですね、はい、はい、ね、もう地元の読谷村民のね、素晴らしいところを発揮していただいてると、はい、熱い気持ちと優しい心で、ね、もう観光客の皆さん、本当にこの島作さん、とてもおすすめですよ、はい、大根の話題まで出るかもしれませんよ、はい、よろしくお願いします。はい、それでは営業時間の方を教えてください。営業時間は6時から12時までとなってます。で、フードのラストオーダーが11時、ドリンクが11時半となってます。はい、定休日は？定休日は水曜日です。水曜日、はい、じゃあお問い合わせの連絡先お願いしてよろしいでしょうか。電話番号が 098-958-6877 です。6877まで、はい、はい、ありがとうございます。で、最後にラジオ映像をご覧の方に、まあ、一言 PR お願いします。はい、じゃあ焼き鳥島作読谷のこの地元のお客さんが結構多いですけど、観光客が来ても楽しめると思うので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。本日は、焼き鳥島作さんお届けしました。ぜひ皆さんお越しくださいませ。はい、お聞きいただきました、焼き鳥島作さんですが、ね、なんか店内はですね、本当にアットホームな、感じになっておりまして、で、すぐ目の前にですね、U の字型屋台形式のですね、U の字型のカウンターがありますので、これがお店の、看板になっているということですので、ぜひね、一度訪れてみてはいかがでしょうか。でですね、先ほど、まあ、ちょっとお得な情報あるよということで、お伝えしたんですが、まあね、この島作さん結構野球選手とかスポーツ関係の選手のが利用することが多くてですね、キャンプの時とかそういう時期になると、結構まあ、キャンプで来られてる選手などがたくさん利用されてますので、ぜひね、野球大好きとか、あるいは、琉球キングスとかもですね、の方々も打ち上げとかに使ったことがあるということで ね、オーナーさんもちょっと、つながりがあるということですね。そういう形でですね、プロの方々に会える機会があるかもしれませんのでね、ぜひチェックしていただきたいなと思います。あと思い出しました、松坂ね、今ソフトバンクでしたっけね、松坂投手ありますね、平成の怪物というのは松坂投手ですが、そちらのサインが、ありますよ。でね、確かね、ホークス、ね、ソフトバンク入る前のにこちら来られて、島作の方で、サインをしたと、酔っ払って。でその際に書いたサインには、しっかり、ホークスと、まあ書かれて、入団発表する前のにもうすでにホークスという文字が書かれてたというね、裏情報もありますの、ぜひね、皆さん来ていただいて、ちょっと確かめてみてはいかがでしょうか。で、本日お届けしたのは、焼き鳥島作さんでございました。さて、それでは、ここで1曲お届けしたいと思います。ね、読谷村のソベニもございます。歌碑ですね、でその、読谷村ソベニにある歌碑、漢方ぬくえぬく草の、方法をお届けしたいと思います。漢方ぬくえぬく草でいご娘。仏金頼らん、はるやかな
沖縄残波岬ロイヤルホテルインフォメーション。自由気ままにリゾートアイランド、白い砂浜と澄み切ったブルーの中、癒しのリゾートホテル沖縄残波岬ロイヤルホテル、心からのおもてなしで皆様をお迎えいたします。このコーナーでは、沖縄残波岬ロイヤルホテルインフォメーションでございます。本日もゲスト来ていただいております。では自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。はい、沖縄残波岬ロイヤルホテルのショッピングプラザを担当しておりますウエッチです。よろしくお願いします。はい、ウエッチさん、2回目でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速ですがゴールデンウィークはどうでしたか。まあお客さんはいっぱいねいらっしゃったんですけど、私はちょっとあいにくフルに仕事でございました。あいにくなんですか。まあこれはもうサービス業の宿命ですんで。宿命、はい、まあそうですね、まあまたこの後ね休んでいただくという形になると思います。まあそうですね、はい、はい、では本日、どういった、情報があるかちょっと教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、まあ5月のですね、第2土曜日は、マザー、母の日ということでですね、はいはい、で、まあ、沖縄残波岬ロイヤルホテルでもですね、14日、母の日の当日にですね、あるイベントを、企画しておりまして、そのご案内、もうまあ、チケットの方はですねあいにくもう残りわずかということではあるんですけども、最終の、まあ、インフォメーションあと、4日5日ということなので、まだ母の日の予定のお決まりでない方はですねぜひ、今日のインフォメーションをですね参考に、母の日の、お母様への感謝を、していただければなと思ってご案内を、いたします。14日のですねこれは、まあ、ランチになるんですけども、お昼11時半の受付でですね、まあ、小沢美佐子さん率いるうない組という女性グループ、まあ、年配の方だとよくご存知かと思うんですけども、その方をメインにですね沖縄のお笑い芸人ハンサムさんとその、はい、の司会でですね、まあ、去年と同じ内容ではあるんですけども、はい、好評をいただいているので今年もまあやろうということで、うん、はい、なるほど。まあね、うない組さんはね、まあ、去年の読谷祭りでも前夜祭で、はい、コンサートの中でも歌われたりしてるんだけど ね、まあ、ねその時の記者会見の時 の小嶋美佐子さんのね、組長を筆頭にっていう言葉がね私忘れられないんですが、ね、まあ、そういう形ですね、まあ、結構ねパワフルな小嶋美佐子自身がねパワフルなっていうこともあって、うん、そうですね、うない組さんの曲自体も、うん、パワフルな母の日っていうのステージになってるんじゃないでしょうかね、うん、あとハンサムさんも、去年もハンサムさんもやられてたんです。確かそうだったと思うんですけどね、ちょっと私の記憶違いだとちょっとあれですけど、はい、なるほど、ね、まあ、今、ま、ね、結構ねそのテレビとか、ラジオとかでも結構出てますからね。舞台も大活躍中ですよね、はい、ハンサムさんは。なので、まあ、そういうふうに、残波岬ロイヤルホテルさんでのマザースマイルデーということなので、ね、母の日、まあ、いつも頑張ってるお母さんへの、ね、ご褒美ということでね、うん、そうですね、まあ、さんと、ハンサムさんによるねこのディナー、ディナーなんですか。いや、ランチですね。あ、ランチなんです、はい、こちらはい、11時10分からの受付でですね、食事の方は11時30分からその、1時ぐらいまでを、食事として、その後1時から、そのショーということになりますね。あ、食事を先に済ませて、その後そうですそうです、はい、ショーという楽しむ形、はい、まあ、日曜日でもあるのでなかなかディナーはね母の日ってなかなか難しいところあるんですけど、大体こうランチでということで、まあ、料金も、6000円という料金になってますんで、はい、そうですね、大人お一人様6000円、小学生が、お一人様3000円という形で、はい、今回設定されておりますのでね、ぜひ、あ、でも、まあ、事前予約制ということで5月の13日そうですね、前日まで、はい、
まではもう受付は可能と。はい、まあ、席に限りがあるので、まあ、定員に達し次第ということではあるんですけど、先ほど確認したところちょっとまだ余裕はあると、まあ、もう目いっぱいのところではあるようではあるんですけど。あ、そうなんですか、はい、ちなみにどれぐらい、あともう正直まあ、500名を予定していた中で、まあ、400から450はもう、はい、もうすでに確保されているということなので、はい、あとね、本当に皆さん残りわずかということなのでね、ぜひこの母の日にね、このステージを見るというのを、残波岬ロイヤルホテル様でですね、見るのはいいんではないでしょうかね。もうちょっとね、まだうなぎ組さん、あとハンサムさんもね、見たことないという方もですね、ぜひこの機会にね、見ていただければと思いますよ。さて他には何かございました？そうですね、先ほども言いましたように、私はまあ、ショッピングプラザを4月から担当してるんですけども。あ、そうですね、はいはい、最近こう、まあ、表にこう立ってて、非常にこう日本って素晴らしい国だなっていうふうにこう改めてというか。おう、また な、うん、なんで。いや、まあ、たわいもないことなんですけど、こうお客さんにこう接してて、なんていうんですかね、その、まあやっぱり外国の方多いんで、はいはいはい、台湾、それから中国、韓国の方、やっぱ国民性、あちら の、 その国民性、お客様の国民性が出るのもあるんですけど、まあ、非常に中でさっき見て日本って平和だなと思ったのは、そのやはり言葉がなかなか通じない中で、その生産を、まあ、例えば200、まあ、うち何ですか、ペットボトルの500ミリのジュースが206円するんですけど、はい、206円ですって言うと、やっぱりなかなか言葉が通じない、まあ、その、なんていうんですかね、金額の表示されているものをこう手で差し止めながら金額の生産をするんですけど、通じない中でやはりこう自分の持っている小銭をこう手のひらに出して、もういわゆる取ってくれと、あ、いうように言うお客さんが最近よく見えるんですよ。はいはい、まあ、やっぱこう、まあ、私もいくつか外国行ったことあるんですけど、自分の持ってるお金をこう見せるっていうことはなかなかしない、こう、そうですね、っていうような、やっぱり、まあ、そういう意味で日本って平和なんだろうな、こう安心してこう出して、自分のお金をまあ見せることができてるっていう、この環境が、まあ、それを見て牛さんは、あ、日本って平和なんだなと実感してると。だから、まあ、そうですね、確かに自分で、ね、のお金、ね、財布の中身から、まあ、小銭でもいいですけど、お金出して取ってくれっていうのを、ね、外国ではね、僕ら日本人とかではやっぱりやらないだし、実際に日本に住んでいながら、ね、コンビニで買ったり何したりって言っても、やっぱお財布取ってっていうふうにはなかなか国内でも言わないと思うんですよ。そうですね、うん、国内でもなかなか言わないですし、そういう意味ではだいぶ、あ、まあ、そうですね、これはショップをやられてからまた改めて実感したということですよね。そうですね、前の仕事をやってる時だと、そういうことは、まあ、実際に金銭 の、 と、受け渡しはないですから、うん、それは確かにそういう意味では、うん、やっぱり平和なのかなっていうふうに思ったりする部分はありましたけどね。そうですね、うん、まあ、そういう意味では、この年々外国人観光客の方の利用っていうのも増えてきてると思うんですけど、はい、そういった意味でなんか外国人観光客に対して、何か、サービスっていうのをどういったのがあるんですか？そうですね、サービスというよりもやはり言葉の問題というのが大きいかと思うんですよ。なかなか、まあ、私も正直英語もできるわけでもないですし、まあ、中国語、台湾語というのができるわけでもない中で、うん、やはりまあ、研修生、語学研修生ということで台湾の方からも研修生をいただいてて、やはりその方々がやはり、まあ、そうですね、うちに来られる、オーバーに言うと、まあ、6割ぐらいは台湾、中国の方ですから、その中でやっぱり言葉のトラブルというのがないように、そういうふうな、まあ、言葉 の、 通訳を兼ねて彼らが研修生がいるということは非常に心強いことです。あ、なるほど、まあ、台湾との研修生を迎えられているということで、はい、ではじゃあもうあるじゃないですか、この台湾の研修生が来られているということで、やっぱりその台湾の文化を逆に、まあ、スタッフ
の中でも、情報交換してるするっていうのも結構あるんじゃないですか。そうですね、うん、それはありますね、うん、だから逆にあの彼らがそれをあの日本の文化をそのあの母国の方々に伝えるようなところもあるでしょうし、うんうん、それが非常に強いのかなとは思いますよね、うん、ちなみにこの留学生あの研修生ですかっていう方々はどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。5名から6名結構いらっしゃるんですね。1年単位で来ますね。だから、7月の初めにまたこう入れ替わりがあるんです、うん、けど、まあ、だいたい常時 5,6 人ぐらいのそれぐらいですね、研修生の方がいらっしゃるっていうことなんです、うん、はい、だから1年単位なんでね、なんか非常にホームシックになったりする大変だと思うんですけど、1年間確かにそうですね、うん、だから、うん、あの学校の単位としてそのあの取り入れられているようなので、研修ということで、うん、だから非常にこうあの台湾の研修生たちって、まあ、日本だけではなくて海外にもあちこち行って研修をされているようなんで、うん、すごいあのバイタリティのあるところですよね。へ、はい、それは、まあ、知らなかったですね。あの、まあ、残波岬さんの方ではあの結局この研修先という形で受け入れて、まあ、学校からと、そうですね、という形なんですよね、うん、もう10年以上なるんじゃないですかね。正確にちょっと、はい、把握してないんであれですけど、もう10年以上は、はい、あ、そういう感じの、まあ、そうです、そうです、研修生という形のものが、はい、システムができているということ、だから台湾からはそうですし、だからあの以前 も20年前っていうと、あの中国の本国の方からもあの研修生を3年ぐらいでしたかね、受けてる、あの大連の方から受けてることもありましたけど、あのこれあの当時でやっぱりね、中国からこう観光客が来られるということはないんでしょうけど、今はやはり台湾、中国、まあ、韓国含めてだいぶあの九州とか沖縄にもね来られてますから、やっぱり、ね、そういう意味で言ったら、まあ、言葉の、まあ、違い、あるいは文化の違いっていうのをね、まあ、これはね、まああれですね、郷に入っては郷に従いではないですけど、お互いがね、やっぱりどちらかがどういう文化かっていうのを理解してないと、トラブルになってしまうっていう元の、それはあるでしょう ね。だから日本人がその、まあ、昔ね、カメラをぶら下げてあちこち行ってカメラで写真、 今その台湾というか台湾中国の方々が京都だとかどっか行った時にそういうふうにカメラこう関係なく撮ってるとかっていうところも聞くんですけど、そういうようなことも、まあ、昔は日本人もやってたというふうに聞いてますから、ね、やってたっていう、ね、経緯がありますね。それをまあ反省して、今はそれはマナーとしてやらないよっていうだけの話でですね、そういう意味でいくと、やっぱりあのその土地の、文化あるいは歴史をある程度ねちょっと勉強していくっていうのはね、やっぱり必要なことだなってこの話をしててちょっと私感じましたね。そうですね、あ、うん、そうですか、それは思いますね、確かにね、うん、では、まあ、ゴールデンウィークも明けて、また今後イベント、まあ、近くにはねあのマザースマイルデーということで母の日、ある、沖縄残波岬ロイヤルホテルさんですが、ねまあ、こういう形でいろいろイベントあるいはねあの言葉とかの、観光客の皆様に向けてですね、言葉のトラブルがないように対応している、残波岬ロイヤルホテル様でございます。でね、あ、まずはスマイルホテル の連絡先、お申し込みの連絡先だけ、お伝えしましょうかね。ご予約お問い合わせはですね、098-958-5000番、098-958-5000、こちらマザースマイルの、申し込みになっておりますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、本日上地さんを迎えて、お届けしました。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。
連想レンタカーラジオドライブマップ、ご案内します。連想レンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会三所会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーです。レンタカーご利用の観光客の皆様、沖縄県レンタカー協会からですね、沖縄ドライブマップ、受け取りましたかね、受け取ったと思います。ね、こちらドライブマップまだ見てないという観光客の方々、ぜひ一度見ていただきたいと思います。ですね、沖縄県内の交通情報なり、観光地のものをほぼ網羅している形になっていると思いますよ。ぜひね、一読していただきたいと思います。またですね、交通情報に関してはですね、バスレーン、中央線変異区間とかですね、まあ、ちょっと注意が必要な区間がございますので、そちら、6ページにから記載されておりますので、ぜひ通る際はお気をつけていただきたいと思います。でまたさらにですね、各エリアごとにですね、12ページでは国際通りエリアとかで、14ページは南部エリア、16ページから中北部エリア、18ページですね、18ページは、中北部エリアと読谷村も書かれております。でさらに22ページには私ども FM 読谷が1ページおすすめの観光スポット情報、スタッフが紹介しておりますので、ぜひこちらも、読谷村来る際には、ね、見ていただいて参考にしていただければと思います。以上、ラジオドライブマップコーナーでした。観光情報番組読谷ラジオ、時刻は9時49分を回っております。本日もですね、さまざまな情報をお届けしてまいりました。ね、先ほどお伝えした残波岬ロイヤルホテルさんではですね、マザースマイルという形で、あの母の日のコンサートございますので、ぜひそちらもまたよろしくお願いします。でね、その他にも、何でも調査団でご紹介した焼き鳥島作さん、ね、松坂大輔の、サインがございますよ。2つあるのかな、横浜高校で書かれたのもあったような気がしますのでね、ぜひね、ちょっとね、私のうろ覚えだってますけど、ぜひね、皆様の目でご確認してもらえたらなと思いますよ。他にもですね、いろいろ、楽しい話題が聞けますよ。特にカップルになった方々がいらっしゃるということでですね、とても観光客の皆さんに出会いを求める観光客、新たなパワースポットに、この島作さんなっておりますのでね、ぜひ訪れてみてはいかがですか。すごいですよね。でも3組、まあ、カップルが誕生しているということで、なかなか3組もカップルが誕生するっていうのはね、ないと思いますので、ぜひ、焼き鳥島作さん、ね、出会いのスポットとしてもね、お願いしたいと思います。
で、さて本日の、沖縄知っとこクイズの答え、申し上げましょうね、問題ですが、平成29年、3月31日時点の村内の外国人世帯数はというのが本日の問題でございました。難しいですよね。日本一人口の多い村ですけど、ね、外国人の方はどれぐらいの方が、住んでいらっしゃるかっていうのはね、なかなか、まあね、住んでる私もちょっと、気にしないというか、あんまり気にならなかったんですが、ぜひ ね、やっぱりゴールデンウィーク、観光客の外国人観光客の皆さんね、見ているとちょっと気になったので調べてみました。ね、問題では1番が207世帯、2番が352世帯、3番が413世帯ということですが、正解は1番、207世帯でございます。このね、207世帯が多いか少ないかっていうのはまあ別にしてですね、ちょっとね、この207世帯、まあ、約500名近くの方が、住んでいらっしゃるということなんで、ことなんですが、私はちょっと、身近にクリスチャンスクールの場所があるので、とても身近に感じた、身近に感じているので、特に違和感なく受け入れた数字です。なのでね、ちょっとね、少ないとか思った方もいらっしゃるかもしれませんね。答えは207世帯でございました。さて、本日もお届けしました観光情報番組読谷ラジオ、この番組は、読谷村商工観光課、沖縄残波岬ロイヤルホテル他各社の提供でお送りしました。ぜひね、また、明日もこの時間でお会いしましょう。バイバイ。